L-62 アンティ2は、第二次世界大戦中、スウェーデンのランズベルク社によって開発された、対空自走砲である。L-62 は、それ以前に、ランズベルク社が開発した、軽戦車、L、L-60 から、エンジンやトランスミッション、サスペンションなど多くのコンポーネントを流用し、1940年から1941年に、かけて開発された。 ただし車体は搭載法に合わせて、全長、全幅とも大型の専用のもので、天輪リンも似た形状ではあるが L-60、軽戦車のものより小型で、片側5つに増やされている。武装は1930年代に同じくスウェーデンのボ、フォース社が開発し、輸出兵器として、成功を収めていた60合計4 0トル機関砲で、これを360度回転可能な、 上面のみ、開放式の大型砲塔に搭載した。スウェーデン軍には採用されなかったが、少数がフィンランドに輸出されて、大祖戦で使われたほか、消火医型が 40M ニムロードとして、ハンガリーでライセンス生産された。フィンランド、トゥースラ対空兵器博物館に現存する、アンティツーフィンランドは冬戦争後、1941年4月に、 スウェーデンに6両の L-62 を発注した。武装のボフォース4 0ト、mm、ル機関砲は、すでに、ハンガリー製ライセンス品を、スウェーデン経由で購入、保有していたため、予算節約のため購入したのは、武装抜きの車体で、購入価格は1両あたり16万5000、スウェーデンクローナであった。砲の搭載は、最初の1両のみが、スウェーデンで、残りは、 フィンランド国内で行われた。l 6には、翌年にすべて、フィンランドに到着、この6両で、走行防空中隊が編成された。これらは当初 R-901R-906 の登録番号を与えられたが、1943年夏、登録番号システムの変更により、PS455 から 1PS455 から6となった。 1944年夏、ソ連軍の攻勢が始まると、防空中隊は、戦車手団と共に、カレリア戦線に投入された。中隊は6月11日から7月11日に、かけての戦闘で10機のソ連機を撃墜し、フィンランド軍戦車部隊の対空防御に貢献した。フィンランド軍の6両の L-62 はすべて、対戦を生き延び、戦後も長く、 群籍にあった。2008年現在、少なくとも4両がフィンランド国内に保存されており、胴体保存されて稼働状態の車両もある。また、ハンガリーでは 40M ニムロードとして135両がライセンス生産され、対素線に投入された。ありがとうございます。